よいしょ。おしっこの方は、と便の方、そうですね、異常なかったですね。で、ただおしっこの方のタンパクの方はちょっと今日は結果出ません。明後日ぐらいに出ますんで、それがどうかなってことですね。はい。そうですね。まあ、便はね、でも、すみません、ごめんなさい。寄生虫とかはいなかったですけど、未消化反応とかは出てます。もしそれをやかして食べてくれればそれでもいいですよ。だからあんまり、いや、もしその子点滴しようと思ったら半日預かって静脈点滴しないと、皮下点滴だと吸収しないみたいですよ。そういえばなかなかそこそこ元気ある子に静脈点滴はなかなか大変なんですよね。まあ、取れる範囲で水分を、ね、取らせてください。その後うんちはしてないんですよね。から何だっけな、便の方は、あ、便の方で、ね、食べる方はどうですか。食べる方、あ、食べました。半分の量で、はい、わかりました。じゃあ、まあ、今度出る便はちょっと注目してもらってね、もしいるようでしたら明日の午前中電話してから来てください。はい、大丈夫だったらもう不要見てください。お願いします。はい、すいません、よろしくお願いします。失礼します。はい、どこまでやったんだっけ。歯磨きをしてる最中です。はい、さあ、それでいいよ、吸入、はい、そこで吸入をしたってください。3分ぐらい回してくれればいいです。
と一緒に、あ、酸素流れっぱなしになってた。酸素は流しました。酸素と吸入ね。はい。